皆さんこんにちは今日はかぼちゃのスティックの作り方をご紹介しますまずバルーンを先端10センチくらい残して膨らませますバルーンを揉んで柔らかくして10センチくらいでひねります指でくるくる回しますひねったところを持ったまま3センチでひねります折って玉をつまんで ちょっと引っ張りながらつぶしてひねります。バルーンを揉んでサイズを揃えてひねります。指でくるくる回します。口巻きをつまんで一緒にひねります。バルーンの間に口巻きを挟みます。バルーンを揉んで同じサイズでひねります。 くるくる回します。折って、同じサイズでひねります。二本一緒に、ちょっと引っ張りながら、ひねり合わせます。たらこひねりが二つできました。たらこの間に、たらこを挟みます。バルーンを揉んで、同じサイズで、 ひねります。折って、同じサイズでひねります。二本一緒にちょっと引っ張りながらひねり合わせます。たらこの間を広げて、かぼちゃを挟みます。かぼちゃのスティック、形ができました。 マジックでお化けかぼちゃの顔を描きます。完成です。最後までご視聴いただきありがとうございました。他の動画でまたお会いしましょうね。